不審中は森外の短編小説。1910年6月1日、三た文学で発表された。ある雨上がりの夕刻、3時間の渡辺は築地の西洋料理店に出かける。店内はまだ不審中で、応接室にまで響きが耳につくが、5時になると職人が帰ってしまって静かである。やがて、ドイツ人の若い女性がやってくる。渡辺がドイツに行った時の愛人で、 ロシアのウラジオストクから渡辺に会いに来た。今は、上フのコジンスキーの伴奏で歌を歌っての旅稼ぎである。渡辺は、これからどうするのだ。と聞くと、アメリカへ行くの。日本はダメだって、ウラジオで聞いてきたのだから、当てにはしなくってよ。との返事。すると、渡辺は日本はまだ不審中で、進んでいないから、アメリカ行きを進める。 女が接吻を求めて手を差し出しても、渡辺は、ここは、日本だ。と即気なく答え、やがて給仕の案内で食堂に向かい、差し向かいで食事をする。女は、ドイツ時代の思い出話を楽しもうとするが、渡辺は、話に合わすこともなく、終始冷淡な態度で接し、最後には、シャンパンのグラスを上げて、コジンスキーゾールレーベン、と乾杯した。女も、 凝り固まったような微笑を見せて、無言でグラスを上げた後、寂しく銀座通りを馬車で去っていった。王外は、ドイツ留学時代の現地の恋人と別れた体験を1892年発表の、毎日目で小説にしているが、実際には彼女は日本に王外を訪ねてきており、本作はこれを題材にしている。ただし、ここの話は、実際の事件ではなく、あくまでドイツから、 恋人が来た場合の空想を書いたものである。渡辺は作者自身であるが、舞姫の主人公、大田豊太郎と違う霊淡さが強く感じられる。作中の主人公の不信中という言葉には、日露戦争後、近代国家の体裁を整えながらもまだ完成に至っていない日本の状態を見事に表現しており、それは、店内の不調和な調度品やノックをしない球児など、 細部にも描かれている。また、ここは、日本だ。と拒絶する姿勢の裏には、そこには、何となしに、寂しさと、物足りなさの気配が漂っている。おそらくはこの底はかとない赤稜の情のゆえに、読者はこの短編に、生身の人としての往外の愛情を感じ、好意を持ってこの作品を読むことができるのである。と、解釈されている。石川厚紙編、往外選週。 第2巻岩波書店1978年。ありがとうございます。